デーム・モーラ・ラリン・パニーは、イギリスの女性ピアニスト。コーンボール出身で、本名は、メアリー・ジョンストン。父親は、第一次世界大戦に参戦した将校。母親から、ピアノの手ほどきを受ける。ベルギーの修道会付属女学校に通うが、その地で学祭を認められ、リエージュで音楽を学び、奨学金を得て、ロンドンの王立音楽アカデミーに入学する。指揮者、 ベージュル・キャメロンのオーディションを受け、12歳で演奏会デビューを果たす。この時から現在の名に変更した。リンパニーという名字は母親の旧姓の綴りを変えたものである。ロンドンでクララ・シューマン門下のマティル・デ・ベルネに、ウィーンでパウル・ワイン・ガルテンについて検鑽を重ねる。 1938年にウィグモアホールでロンドンデビューを果たし、1938年にブリュッセルの異イ,イ国際コンクールで2位に入賞。第二次世界大戦までのイギリスで最も人気のあるピアニストの一人となった。1940年にアラム・ハチャ・トゥリアンのピアノ競争曲の英国初演を行う。1944年にコリン・デ・フリーズと結婚するが1950年に 離婚。1951年には、アメリカのテレビ局経営者のベネット・コーンと結婚して、渡米するも、流産を二度、死産を一度経験し、1961年に離婚した。政治家でアマチュア指揮者のエドワード・ヒースと親しく、リンパニーは結婚できたらよかったのにと語っていたが、ヒースは独身主義者であった。戦後は、さらに有名になり、欧米各地やカナダ、 オーストラリア、ニュージーランド、インドで演奏活動を行った。1970年に乳房切除を受けて乳がんを克服した後、ひときわ有名になった。1979年にチャールズ皇太子のため午前演奏を行い、同年 CBE に1992年にデームに列せられた。長年モナコやフランスに暮らし、フランスで臨終を迎えた。 1992年に来日し、4月9日のサントリーホールでの演奏会、ショパンの24の前奏曲は FMNHK でも放送された。リンパニーはロシア音楽を愛しており、ハチャトゥリアンの他にラフマニノフやプロコフィエフを好んで演奏した。とりわけラフマニノフに関しては、ラフマニノフ本人が彼女の演奏を聴き、大絶賛しており、 世界初の前奏曲全曲録音を成し遂げるなど18番のレパートリーであった。ありがとうございます。